オーロカップということでやっていきましょう。秘密結社ふいがむ総帥発注でございます。こちら盛岡のですね、M1 最高格付けですね、芝1700メートルということで、コバの、芝重賞。これもね、南関東からも遠征馬が来ていたり、つまりね、芝で行われる、地方では唯一芝で行われる芝の、交流重賞、他地区との交流重賞っていうね、そしてこの後はダートで JRA の馬も交えた JBC が盛岡で3クラ、あと紋別で1クラという形で、ね、盛岡で5重賞、G1、JPN1 3つに盛岡の M12 つ、盛岡の M12 つは地方の他地区の馬が来ての芝のレースっていうね、もう1日で全部やっちゃう、もう全部乗せのね、素晴らしく盛り上がる日になりそうな、そんなね、盛岡のチャンピオンのね、ターフホース、芝の馬決定戦、今回こういった形でいきたいと思います。軸は7番アトミックフォース、前走まで3連勝で芝の重賞赤連勝を制覇しました。もともとはね、おととしの新潟記念2着馬 JRA の実績もある馬でね、ここでは格上の存在かなということで軸でいきたいと思います。そして2番のソロフレーズ、 JRA の、ね、芝準オープン勝った後ね、ちょっと頭打ちという感じでしたが、ここに来て盛岡で芝で連勝してきております。ここもね、地元で調整できているという利点を生かして期待をしていきたいと思います。で、5番のウィン・イクシード、今年の夏ですね、トモエ賞函館記念と連続で4着に来ていて、まだ JRA でもそこそこやれんのかなという馬なんですが、洋芝校舎っていうかね、力のいる馬場も得意みたいな感じなんですかね。南関東に転入してきての初戦ダートでは負けたものの、やっぱ芝ではね、もう今年の夏 JRA の重賞で4着に来ている馬ですから、これもね、期待が持てるんじゃないかなというふうに思っております。そして8番ロードマイウェイ、この馬なんかね、去年のジャパンカップに出てた、まだ6歳馬、去年ね、5歳でジャパンカップ出て、その頃はちょっと負けと来ていたんで、地方転出してきて、でもね、あの三冠馬コントレイルのジャパンカップ制覇、それをね、一緒に走った、そんな格の馬ですから、ここでも上位の存在、移籍3戦目です。移籍3戦目、初めての芝ってことでね、芝じゃあ俺もあれだよ、コントレイルとやり合ったんだよ、というようなね、そんなところを見せてほしいと思います。で、9番のマウントゴールド、この馬もね、今年の夏まで JRA のオープンで走っていた馬、前走2着に好走してますし、まだ能力も十分あるということで入れておきたいと思います。そんなわけでね、今回ね、今週は G1 がない週、ミヤコステークスにアルゼンチン共和国杯ですが、こちらでやっていきます。あとはね、2歳重賞だったりオープン、 POG、地方のね、重賞、今回なんか、今日なんかね、今日だけで6本取りだからね、というような感じでね、またやっていきますんで、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。